エルンスト・アウグスト・フォン・ハノーファーは、ハノーファー王国及び、ブラウン・シュバイク公国の王族の子孫。ハノーファー王子、グレート・ブリテン及びアイルランド王子、ブラウン・シュバイク・リュー・ネブルク公。全名は、エルンスト・アウグスト・アンドレアス・フィリップ・コンスタンティン、マクシミリ・アンドルフ・シュテファン・ルートビ・ヒルドルフ。ハノーファー王家及び、ブラウン・シュバイク・ク・ゲ課長、エルンスト・アウグストの長男。 結婚式でのエルンスト・アウグストとエカチェリーナ1983年7月19日、エルンスト・アウグストと、その最初の妻であったシャンタル・ホフリの間に第一、死として、西ドイツのニーダーザクセン州ヒルデスハイムで生まれた。同年10月15日に洗礼を受けた。大父母は、来人間公、アンドレアス、シャウムブルクリッペ公、フィリップ・エルンスト、アストリアス公、フェリペ、 キリシャ王コンスタンティノス二世位、バーデヘン編共白マクシメディアン、ロルフザックス、ステファン・フォンバッツドルフ、ハノーファー王子、ルートビヒルドルフ、ベルフ,フ・ハインリヒ王子妃アレクサンドラらであった。エルンスト・アウグストは、イギリス王女、ビクトリアの子孫として、イギリスの多い継承権を持っており、継承順位は、第405位である。年月6日6年のを、 ロシア人デザイナーのエカチェリーナマリーシバと民事婚を7月8日、ハノーファーマーケット協会において宗教婚を行った。エルンスト・アウグスト・モセイは協会婚に姿を見せなかった。2018年2月22日に第一子となる女児が生まれた。2019年3月14日、第二子となる男児が誕生。ベルフ・アウグストと名付けられた。ありがとうございます。